忍び込んだ時の様子はこっそりお届けします。犯罪だと思う。私は9月18日朝6時20分最寄りであるに到着。ちなみにこの日はカイワレ大根の日だそうだ。日本カイワレ協会がもっとカイワレ大根を慣れ親しんでもらおうと1986年に制定した記念日。そしてこの日は舞台ジャーノス青春四ツ谷怪談のちょい役でも知られる俳優リーゼント山崎さんの誕生日の次の日だ。歩くこと75分。
翌日、ガキピの家の前に到着。あいつ、最寄りの駅間違ってねえかって思うほどの距離だった。そう、無理じゃねえ、無理じゃねえ、そうですね。まず驚いたのは、ドアの表面がありえないくらい猫のひっかき傷で埋め尽くされていて、引いた。シンプルな人。お邪魔します。入るな、入るなよ。鍵、その辺に入る。